ベトナム語漢文ペラペラ特訓初級者のための文法解説動画第5回。皆さんこんにちは。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディです。本講座も第5回目を迎えました。基本的にはですね、入門あるいは、基礎の方ですね、のベトナム語の、勉強のサポートになればと思っております。文法解説あるいは構文解説を中心に行っていきます。今回テキストとするのは、私が以前挙げていますベトナム語短文ペラペラ特訓の005です。リンク先も挙げておきますので、発音練習、リスニング練習、シャドーイングなど、効率よく練習されたい方はこちらの方も利用してみてください。それでは早速見ていきましょう。まず最初の文です。今日は天気がいい日だね。天気がいいじゃない、天気がいい日だっていう表現ですね。それでは見てみましょう。まずは本内ですね。今日はで、日だっていうのはもがいですね。一日 a day、 英語で言う a day と一緒なんですが、もがいですね。いいは that でいいですね。天気はちょいですね。ここで、注目するのは語順ですね。日本語は天気がいい日だ、青色、赤色、茶色って感じになってますけど、ベトナム語は全く逆ですよね。茶色、赤色、青色で、日があっていいがあって天気っていうことですよね。ベトナム語の考え方としては、外、日に対してレップをつけていい日だってまず一通り言いますよね。で、何がいい日なのかをまた付け加えるわけですね。天気がっていうことで、レップの後にちょいという言葉が来ています。まあね、発想とか使い方が日本語と真逆になるので気をつけてください。それでは発音練習です。 Hôm nay là một ngày đẹp trời。Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay là một ngày đẹp trời. OK ですかね。それでは次の文確認しましょう。良い一日をですね。英語で言うところの Have a good day ですね。ベトナム語ではどういうのでしょうか。こうなりますね。Chúc mừng ngày tốt lành ですね。まず文頭のちょって出てきてますけど、これご存知ですかね。いろいろな文章でよく、目にすると思います。あるいは目にしてない方もこれからベトナム語でいっぱい目にすることになると思いますが、漢字で書くと、あ、ごめんなさいね、漢字で書くとこうですね。祝っていう字ですね。祝っていう漢字で、これでは祈願文を意味します。何々でありますようにみたいな感じですね。もがい、これが一日とラインっていうのがいい、いい日のいいですね。まあ、とラインを使うことで吉兆とか吉日なんて言いますね。そういうニュアンスが出てきますね。で、まあこの文でもいいんですけど、祝もがいとラインっていう表現だけでもいいんですけど、もう少しですね、親しみを感じさせるような言い方があります。それはですね、こうするんですね。祝の後にアインとかチーとかエンっていう二人称を入れるんですね。そうするとぐっとお互いの距離が近くなると思います。基本的にはこの二人称を入れて使うようにしてみてはいいのではないかと思います。ただしですね、今回の発音練習は、二人称なしの練習になります。 Chúc một ngày tốt lành。 Chúc một ngày tốt lành。 Chúc một ngày tốt lành。OK ですかね。はい、それでは3問目いきましょう。ちょっと待って、
ね、これ前にも出てきましたね。今回はどういう表現ですかね。今回の表現は超もちゅって言い方ですね。よく出てくると思います。まずはこの発音練習しておきましょうか。チャーモチュッチャーモチュッチャーモチュッ。で、別の言い方もあるんでしたよね。別の言い方も確認しておきましょう。こうなりますね。チョーの代わりにドイっていう動詞を使うこともできるんですよね。チョーとドイ、表現は違いますけど意味は待つという同じ意味です。で、ちょっとと言い方もいろんな言い方があるんですけど、ここでは持ってって言い方を使ってますね。それで発音練習しておきましょう。ドイモティドイモティドイモティ OK ですかね。この2つぐらいはスッと出てくるようにしておきたいですね。それでは次の例文です。あなたは練習する必要がありますっていう表現ですね。言えますか。練習とか必要があるってなんて言うんでしょうかね。ベトナム語確認しましょう。こうですね。あなたははまずバンを使ってますね。必要があるっていうのは基本的にはカンだけでいいんですけど、意外とですね、カンファイっていうこの2文字で必要があるって意味を表す場合も多くあります。ファイっていうのは基本的には、しなければならないって意味がありますけど、必要があるっていう場合にはカンあるいはカンファイという表現で表すことができることを覚えておいてください。で、次に練習するという表現ですね。青色の部分、トリュエンですね。これ漢字で書くとですね、こういう字なんですね。修練ですね。練習の反対の修練。日本語とまあほぼ同じようなイメージですよね。ではこれ逆に練習って書くとリュエンタって言えるんですけど、実はこれでもいいんですね。どちらでも使えます。トリュエンでもリュエンタでも練習するという意味になります。今回はですね、トリュエンの方で、発音練習しておきましょう。Bạn cần phải tập luyện. Bạn cần phải tập luyện. Bạn cần phải tập luyện. OK ですかね。それでは次の例文です。急ぐ必要はないからねっていうことで、また必要って出てきましたね。急ぐっていう表現できますかね。ベトナム語確認しましょう。バンホンカンファイですね。またカンファイが出てきましたね。それに否定文の、ホンっていうのがついてるんで、これで必要はないですね。急ぐっていうのはウォイバンっていう言い方で表すことができます。発音練習しましょう。 Bạn không cần phải vội vàng. あ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。 Bạn không cần phải vội vàng. Bạn không cần phải vội vàng. Bạn không cần phải vội vàng. OK ですかね。それでは次の例文です。これ使っていいですかっていうことで、何々していいですかっていう表現できますかね。これ使うことができますかという表現と同じなんですけども、ベトナム語ではこうなります。まず、緑色の部分ですね。ゴーテーホンで、私は何々できますかっていう意味ですね。で、あるいは私は何々してもいいですかという意味にもなります。で、これですけど、まあ、このものっていう感じで黒色の部分ですね。買えないがここではこれです。使うという動詞は赤色の部分ですね。ズンですね。これを組み合わせるとこれ使ってもいいですかという表現になります。それでは発音練習です。Tôi có thể dùng cái này không?
Tôi có thể dùng cái này không? Tôi có thể dùng cái này không? OK ですか。それでは次の例文です。それって無理。それってありえないですね。なんて言うんですかね、ベトナム語で。こうなります。まず、それですね。デウダーですね。その件、そのこと、そのもの。ね、デウダー。ラ、それって、ホンテ。まあ、直訳するとできないっていう、ありえないっていう感じですね。なので、場合によっては無理っていうふうに訳してもいいと思います。それって無理ですね。発音練習しましょう。Điều đó là không thể. Điều đó là không thể. Điều đó là không thể. はい、それでは次の例文です。これって重要じゃないよですね。これ大切じゃないよ。ベトナム語ではこうなります。まずこれっていうのはではないですね。このことですね。このもの、あるいはこの件っていうふうにいろいろ訳せると思います。で、重要という表現ですね。关重ですね。关重。で、否定が入っているので、本ですね。ではない本关重ですね。まあ、否定文がの時には語尾にだおっていうのをつけてもいいんですけど、今回はそれが入ってない感じですね。それでは発音練習しておきましょう。Điều này không quan trọng. Điều này không quan trọng. Điều này không quan trọng. さあ、次の例文見てみましょう。言うは安く、行うはがたし。なんて言うんでしょうかね。こんな感じですね。これ、まあ実は直訳ではないんですね。直訳を出すとこうなるんですね。ない。言うのは、ぜ。緑の部分ですけど、簡単だですね。で、ラムがやる。なので、直訳は、言うのはやるより簡単だっていうのが直訳になりますね。で、まあ日本語に訳す場合は、言うは安く、行うは形でいいと思います。それでは発音練習です。Nói dễ hơn làm. Nói dễ hơn làm. Nói dễ hơn làm. さあ、次行きましょう。今日はドライブ日和だよですね。ここでのポイント、まあ2つですかね。まずは何々日和だっていう表現の方法ですね。あと何々だよっていうの、これも今までに何回か出てきてますけど、今回押さえておいてください。それではベトナム語を確認しましょう。こうなるんですね。今日は本来らですね。何々日和だよ。もがいと、ね、いい日だよ。 何かをするためにってなるんですね。それを表すのがチャイルドの部分から後の文ですね。でっていうのが何々するために、何々するのにって意味ですね。で、青色部分、来世ですね。まあ日本語訳ではドライブってなってますけど、まあ運転ですね。車を運転するって意味ですよね。で、最後、緑色の部分ですね。Day っていうこの表現が何々だよっていう、ニュアンスを表します。この Day をつけることで、相手が知らない情報を伝えるというニュアンスが加わるんですね。それでは発音練習しましょう。Hôm nay là một ngày tốt để lái xe đấy.Hôm nay là một ngày tốt để lái xe đấy. Hôm nay là một ngày tốt để lái xe đấy. ということでですね、私もなかなか言えないこの何々日和だっていうのがせっかく出てきたので、いろいろ応用文を見ておきましょう。3つほど用意しました。
せっかくですから何々病理使えるようにしましょう。今日は何々病理だよですね。ベトナム語ではホンナイラーモガイトデー何々レイですね。さあどんな例があるのかというとですね、3つ用意しました。こんなんですね。お出かけ日和だよ、キャンプ日和だよ、ね、釣り日和だよなんてスッと言えるといいでしょうね。それでは練習、まず確認して練習していきましょう。まず今日はお出かけ日和だよ、ね、ホンナイラーモガイトデーリーザーガイデイですね。出かける外出するはリーザーガイですね。まあ、これで遊びに行くっていうニュアンスもありますけどね。それでは発音練習しておきましょう。Hôm nay là một ngày tốt để đi ra ngoài đây. Hôm nay là một ngày tốt để đi ra ngoài đây. Hôm nay là một ngày tốt để đi ra ngoài đây. OK ですかね。それでは今日はキャンプ日和だよを言ってみましょう。Hôm nay là một ngày tốt để camp trại để ですね。trại っていうのがキャンプですね。camp trại でキャンプをするとなります。それでは発音練習しましょう。Hôm nay là một ngày tốt để camp trại đây.Hôm nay là một ngày tốt để cắm trại đây. Hôm nay là một ngày tốt để cắm trại đây. さあ、最後の例文ですね。応用文ですね。今日は釣り日和だよですね。Hôm nay là một ngày tốt để câu cá đấy ですね。câu cá が釣りをするですね。それでは発音練習です。Hôm nay là một ngày tốt để câu cá đấy. Hôm nay là một ngày tốt để câu cá đấy. Hôm nay là một ngày tốt để câu cá đấy. いかがでしたでしょうか。せっかくでしたらですね、今日この表現を覚えて使えるようにしたいですね。今日は何々日和だよです。さあ次の例文です。お待たせしてすいませんってね、これも以前ちょっと出てきたとは思うんですけどね、覚えとかないとすっと出てこない表現ですよね。確認しておきましょう。すんろい、すいませんですね。まず V、 こっから理由ですね。 V は理由です。何々してすいませんって言ってますね。何をしたんでしょうね。だしたで、赤色のでっていう単語ですけどね、単語ですけども、これはですね、使役動詞ですね。使役動詞っていうのは人に何々させるっていう意味を表す言葉ですね。ここでは、番あなたを超ロウですね、長いこと待たせてしまうっていう、そんなイメージなんですね。あなたが長いこと待つようにさせてしまってごめんなさいっていうニュアンスなんですね。でこの使役動詞なんですけど、 いくつか種類があります。それも確認しておきましょう。での代わりにラーンでもいいですし、キエンでもいいです。どれを入れても構わないですね。こういった動詞を使うと人に何々させるというニュアンスが出てくるんだということを覚えておいてください。今回の発音練習はでの方でやっておきます。Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu. Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu. Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu. OK ですかね。これね、何回も何回も口に声に出して言っとかないとなかなかスッと言えそうにないですよね。お互いにいっぱい練習しておきましょう。それでは次の例文です。
時には気分転換も必要ですとか、時にはリラックスも必要ですですね。また必要ですって出てきましたね。ベトナムがどうなってるんでしょう。こうなってますね、まず時にはですね、時々ディントンっていう表現があるんですね。ディントンで、あなたはバンですね。で、何回も出てきてますけど、必要ですっていう表現ですね。コンファイがまた使われてますね。で、緑色の部分、トゥーゼンっていう表現ですけど、これがリラックスするという動詞ですね。これを組み合わせると、時には気分転換も必要です。リラックスも必要ですという意味になります。それでは発音練習しておきましょう。Thỉnh thoảng bạn cần phải thư giãn. Thỉnh thoảng bạn cần phải thư giãn. Thỉnh thoảng bạn cần phải thư giãn. OK ですかね。それでは次の文です。お金は心配しなくていいから。ね、お金は心配しなくていいよ。そんな表現ですね。ベトナム語を確認しましょう。しなくていい。する必要がない。またここも必要ですね。なので、ホンカンファイ。する必要がないっていう表現が使われてますね。で、何かを心配する。何かについて心配するっていうのが黒色の部分ですね。ローラン、ウェーですね。ウェー。ウェーっていうのは英語で言うところの about。何々についてみたいなニュアンスですね。で、お金。お金はですね、こういう場合のお金はティエンバっていう表現使いますね。ティエンバ、お金についてあれこれと心配する必要はないよっていうニュアンスですね。それでは発音練習しましょう。Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc.さあ、次です。この時計はショックプルーフです。ですね。ショックプルーフってわかりますか？衝撃に強いとか、対衝撃性なんて訳もありますけど、衝撃に強いという意味合いの言葉ですね。ベトナム語を確認しておきましょう。まずこの時計ですけど、ドンホーですね。これが時計。ドンホーナイ。これでこの時計は。でですね、次なんですけど、赤色の部分ですね。これ、これは可能性があるっていう風な直訳になるんですが、意味合い的には可能性がある、あるいは機能がある、性質がある、そんなニュアンスの言葉になりますね。可能ですね。可能ですね。可能っていうのが、可能とか可能性という意味ですね。そこからある機能がある、ある性質があるっていうニュアンスも表せます。で、次ですね、緑色のチョンっていう言葉ですね。これどういう意味かというと、抗う、ね、反抗するっていうようなニュアンスなんですが、日本語的に言うとね、抗とかアンチとか対ね、そういうイメージを表すことができます。なのでというか、その次のですね、青色の分、ソですね。ソっていうのがショックですね。ショックに抗う機能があるということで、対衝撃性みたいな感じですかね、っていう風にもなると思うんですが、これでショックプルーフっていうような英語の表現をベトナム語にすることができます。で、この、対何々性、抗何々性っていうのはいろんなところで、使うことができます。もう一つ例文を用意してますので、後で見てみましょう。まずはですね、この時計はショックプルーフですという表現の発音練習しましょう。Đồng hồ này có khả năng chống sốc. Đồng hồ này có khả năng chống sốc. Đồng hồ này có khả năng chống sốc.
はい、 OK ですかね。それでは似たような表現もう一つ見ておきましょう。私の家は耐震性がありますですね。今度は耐っていうのに対する表現ですね。見てみましょう。にゃーとい、私の家はごかなんですね。かなん、これはある機能がある、ある性質があるね。私の家にはそう、ある機能があるんですよ。どんな機能かというと、ちょんあらがう機能でしたね。何にあらがうかというと、どんどんだですね。これは何かなというと、どんっていうのが動かす、だっていうのが地面ですね。で、地面を動かすっていう意味で地震ですね。なので私の家は地震に抗う機能がありますね、耐震性があります、そういうことになるんですね。まあ、一度理解したらそんなに難しい、表現ではないと思います。発音練習しましょう。Nhà tôi có khả năng chống động đất. Nhà tôi có khả năng chống động đất. Nhà tôi có khả năng chống động đất. はい、OK ですかね。説明を受ければそんな難しくないですよね。それでは次の例文です。このジャケット試着してもいいですかですね。今日出てきましたよね、最初の方で。何々してもいいですかっていう表現ですね。何使うんでしたっけ。ベトナム語を確認しましょう。そうですね、カーテーホンを使えばいいんでしたね。カーテーホンで私はできますかということで、私は何々していいですかっていうニュアンスを表すことができるんでしたね。次にですね、ジャケットっていう、ベトナム語見ておきましょうか。アオファクですね。アオファクで洋服関係の類別詞はチェックを使うことができます。で、あとは茶色の部分ですね、試着するという動詞マトゥですね。マっていうのが着るって意味でしたね。トゥっていうのが試すですね。これで試着するという動詞になります。で、合わせるとこのジャケットを試着してもいいですかですね。発音練習しましょう。Tôi có thể mặc thử chiếc áo khoác này không? Tôi có thể mặc thử chiếc áo khoác này không? Tôi có thể mặc thử chiếc áo khoác này không? OK ですかね。それでは次の例文です。これ、君なら絶対できるって。ね、ベトナム語確認しましょう。バン、君はチャッちゃん絶対にこれらですね、できますね、することができます。何をかというと茶色の部分ですね。ではない、このこと、この件ですね。この件君は絶対にできますよっていうことなんですけど、まあ、日本語のは君ならっていう風になってますけどね、まあ、意味合いとしては同じことを指しています。それでは発音練習です。 Bạn chắc chắn có thể làm được điều này. Bạn chắc chắn có thể làm được điều này. Bạn chắc chắn có thể làm được điều này.OK ですかね。それでは次の例文です。これは絶対に必要です。また必要って出てきましたね。ここではどう表現してるんでしょうね。別の言い方、ね、自然な日本語に、で言い表すと、これは絶対に欠かせませんなんていう言い方になるんですけど、ベトナム語確認しましょう。ではないですね。まあ、このこと、これはっていう感じですね。ホアン、トアン、これどういう意味でしょうかね。これは完全なとか完全にとか絶対にっていうニュアンスを表す言葉です。で、次がですね、コンテッですね。これはどういう意味なんでしょうかね。必須のとか不可欠なって意味を表すことができます。これで必要です、これは絶対に必要ですですけど、まあ、別の言い方をするとこれは絶対に欠かせませんっていうふうに表現することもできます。
コンティエっていう一塊で覚えておくといいかもしれないですね。欠かせない、必須のものだということで、それでは発音練習です。 Điều này là hoàn toàn cần thiết。 Điều này là hoàn toàn cần thiết。 Điều này là hoàn toàn cần thiết。 OK ですかね。それでは次あったかな、そろそろ終わりかなと思いながらちょっと見てみましょう。まだありますね。彼は見た目より若いんだよ、ね、この辺もなかなか急に言えって言われても言えないですよね。ベトナム語どうなってるんでしょうか。彼はアインアイですね、若いチェですね、何々よりもハンですね、何よりも若いんでしょう。で、ゴアイですね、これはここが見た目という表現ですね。で、ゴアイどんな見た目かというと、グアアンアイ、彼の見た目、彼の見た感じよりもだよ。これも出てきましたね今日。誰かに何か新しいことを伝えるときには語尾にでいっていうことを扱えると、日本語の何々なんだよっていうニュアンスを伝えることができるんでしたよね。それでは発音練習です。Anh ấy trẻ hơn vẻ ngoài của anh. Anh ấy đấy. ごめんなさいね、ちょっと音がおかしくなったですね。もう一回いきますね。Anh ấy trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy đấy. Anh ấy trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy đấy. Anh ấy trẻ hơn vẻ ngoài của anh ấy đấy. OK ですかね。こういった表現もね、シュッと。スッとスラッと言えるようになりたいですね。さあ次の表現です。手はきれいにしておいてくださいですね。まあある意味指示表現ですけど、ベトナム語はこうなってます。何かを指示するときですね、はいっていうことで表現できましたね。はい。で次、赤色の部分、ずっていう表現ですけど、これは保つっていう表現ですね。英語のキープですね。キープしておく、保つ、何を保つかというと体ですね、手を作成、きれいに保つ、あるいは清潔に保つ、保っていてくださいということで、手はきれいにしておいてくださいっていう表現ですね。発音練習しましょう。はい、giữ tay sạch sẽ。Hãy giữ tay sạch sẽ. Hãy giữ tay sạch sẽ. OK ですか。じゃあ次です。手をしっかり消毒してくださいですね。まあコロナ禍にあっての表現になるとは思うんですけど、一応これも消毒なんていう言葉ね、しっかり覚えておきたいですね。あとここで言うしっかりはどう表現されているのか、ベトナム語を確認しておきましょう。これも何々してくださいという指示表現で、はいから始まってますね。で、消毒するという言葉ですね。動詞はグーチュンですね。グーチュン、何をかというと、太鼓は番、あなたの手をですね。で、しっかりっていう副詞をつけたい場合は、きろんっていう言葉を付け足すといいんですね。ちょっと難しい単語が続いておりますけど、まるまる丸暗記すればいいかなと思います。発音練習しましょう。Hãy khử trùng tay của bạn kỹ lưỡng. Hãy khử trùng tay của bạn kỹ lưỡng.Hãy khử trùng tay của bạn kỹ lưỡng. さあ、いかがでしたでしょうか。これが最後だったと思います。あ、すいませんね。注意事項出てきましたね。緑色の黄色っていうのは、注意深いとか慎重なというニュアンスがあります。なので、注意深くとか慎重に消毒してくださいというニュアンスですね。それを簡単な一般的な日本語で言うと、しっかりなんて訳がついてるんですね。
まあ、最後の例文はちょっと難しい感じがしましたけど、せっかくなら覚えてみてください。そうですね、これで最後でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、今日はもりもりだくさんな、表現だったと思います。耐震性だとかショックプルーフなんて表現ありましたね。あと、出てきたのはする必要があるで必要がないみたいな表現の時、コンファイなんていう表現いっぱい出てきましたよね。あと何々病理だなんてのも出てきましたね。いっぱい復習して、ぜひとも使えるようにしてみてください。ですね、まあなかなかあの番組作るのが大変な時期になってきて、次いつ出せるか分かりませんけども、皆様が、ベトナム語を楽しく学んでいけるのでしたら頑張っていこうと思います。できましたら高評価、いいね、チャンネル登録まだの方お願いします。励ましのコメントもお待ちしております。それではまた次回の番組でお会いいたしましょう。ベトナム語独学サポーターのトニー・ダンディがお送りしました。それではまた次回の番組でお会いしましょう。スンチャオカタンヘンギャプライ、トニー・ダンディがお送りしました。